スペードフィッシュはアメリカ海軍の潜水艦、バラオ級潜水艦の一隻である。スペードフィッシュの艦名は、万十大化に属する種の総称で、大西洋西部に生息するその種類にちなんで命名された。なお、退役から23年後に、スタージョン急原子力潜水艦20番艦として2代目、スペードフィッシュが収益している。スペードフィッシュは大戦終盤にし、 太平洋戦線での一年の戦いで21隻の船と数多くのトロール船、計88,091トンの戦果を挙げた。白が熱場面を満十大スペードフィッシュは1943年5月27日にカリフォルニア州バレーホノメアイランド海軍造船所で寄港した。1944年1月8日にフランシス・ダブルース・キャンランド夫人によって命名。 浸水し、1944年3月9日に、艦長ゴードン W& アンダーウッド中佐の指揮下、収益する。カリフォルニア沿岸での成長訓練後、スペードフィッシュは6月14日にサンフランシスコを出港し、6月22日に新珠湾に到着した。7月23日、スペードフィッシュは最初の紹介でピクーダ及びレッドフィッシュとウルフパックを構成し、 ルソン海峡方面に向かった。8月19日、スペードフィッシュはルソン島北西海岸沖合のフィリピン海域で、紹介中、マニラに向かう日71戦団を発見。日71戦団は2日前の8月17日から他の潜水艦の猛攻により、ここまで空母を高と客船艇ア余ルがラッシャーに撃沈されていた。スペードフィッシュはラッシャーが、 ミカドアマりを撃沈した後に攻撃し、4時30分、北緯18度49分統計119度47分、北緯18.817度統計119.783度、18.817、119.783の地点で戦段と離れて、単独航行中の陸軍特殊船玉松丸に対して、魚雷を2本発射。魚雷は2本とも玉津丸の右上に命中し、 タマツマルは10分で沈没した。この後、ブルーフィッシュが、給油観測級を撃沈し、タンカー帝王丸もまた沈没。木71戦団は、タマツマル乗船中の第26師団将兵の、ほとんどが戦死するなど、停滞損害を被った。3日後の8月22日、スペードフィッシュは、バブヤン海峡を南下しる村北部海岸沿いに、 雪岩航行中の二24に衛船団を発見し、追跡、接近した上で12時10分に、タンカー第二発光丸に対して、魚雷を2本発射。船首と船体中央に、魚雷の命中を受けた第二発光丸はバサ連湾に座礁した。この攻撃では、駆逐艦に護衛された、もう一隻のタンカーに損傷を与えたとも判断された。翌日、 スペードフィッシュも座礁中の第二発光丸に止めを、ささんと接近し、護衛の駆逐艦ユーナギを跳ね抜けて、魚雷を4本発射した。しかし魚雷は途中で沈没したりして命中しなかった。スペードフィッシュは爆雷攻撃を受けたが、大したことはなかった。第二発光丸は搭載の魚雷艇を後続船団に移した上で放棄され、護衛のユーナギはピクユダの攻撃で撃沈された。 スペードフィッシュは手持ちの魚雷が3本だけになったので一旦紹介を中断し補給のためサイパントを棚パグ港に向かい8月29日に入港して補給後に紹介を再開した9月8日スペードフィッシュは北緯24度45分統計123度20分北緯24.750度統計123.333度 24.750123.333の石垣島南西沖で文字に向かう高808戦団を発見。スペードフィッシュは大胆な浮上攻撃をかけ、22時5分に戦団最後列の日、安丸と日万丸を撃沈し、1時間後には上高島丸と秋吉丸を撃沈した。翌朝には損傷した船を護衛中の護衛艦に対して、 魚雷を4本発射したが魚雷は目標の下を通過していき、スペードフィッシュもお返しの爆雷の雨を降らされた。スペードフィッシュはこの攻撃で魚雷を使い果たしたが、石垣島の白地に前夜攻撃した戦団の残りが5隻の護衛艦と共にとどまっているのを目撃した。スペードフィッシュは この紹介で六隻三万1500トンの戦火を、ウルフパックの他の潜水艦が三万三千トンの戦火を、それぞれ上げ、戦火総計は十三隻六万四千トン以上となった。九月二十四日、スペードフィッシュは五十九日間の行動を終えて、真珠湾に帰還した。十月二十三日、スペードフィッシュは二回目の紹介で、サンフィッシュ、ピートとウルフパックを構成し東。 品海及び公開方面に向かった。11月14日、スペードフィッシュは北緯31度04分統計125度56分、北緯31.067度統計125.933度、3 1 0 6 7十2 5 9 3 3の上海東方海域で2日前に、 北緯31度30分統計125度57分、北緯31.500度統計125.950度、125. 31.500125.950の長崎南西海域で、もまれ7船団に加入中にひかみなりし、漂流をしていた、大広島あるを発見し、撃沈した。空母新高3日後、スペードフィッシュは、領管から、輸送船団、 フィリピンへの増援兵力である第23師団搭載の輸送船と南方に向かうタンカーで構成された非81戦断に関する情報を得たので、これを攻撃することとした。ほどなくして、スペードフィッシュは97指艦官を発見。また、戦断のものと応募式何本かのマストも発見した。スペードフィッシュは一旦、非81戦断を通過させ、 日没を待ってから浮上して日81戦団に接近していった。この時、日81戦団は、両艦ピクーダの来撃で、陸軍特殊船マヤヤママルを喪失していた。23時9分、スペードフィッシュは、北緯32度59分、統計123度38分。 北緯32.983度統計123.633度3 2 9 8 3三0二。神高は爆発、船団を照らし出すほど激しく炎上して後部から沈没していった。タンカーへの損害は確認できなかった。スペードフィッシュは浮上したまま、さらに非81船団に接近して、解剖艦との打ち合いを演じた後、期待した。 間を置かずスペードフィッシュは非81戦艦とほぼ同じ航路を通ってきた未27戦艦を発見し、護衛の第156号国船特無艇に対して魚雷を4本発射し打撃を与えた。スペードフィッシュは他の護衛艦が接近したのをかわしてこの海域を去っていった。この後、スペードフィッシュは11月29日に朝鮮半島西岸で 第六応募シマを撃沈した。12月12日、スペードフィッシュは49日間の行動を終えて、マジュロに帰投した。1945年1月6日、スペードフィッシュは3回目の紹介でポンポン、アツル、ジャラオとウルフパックを構成し東、シナ海及び航海方面に向かった。1月28日、スペードフィッシュは、 北緯33度50分統計122度55分、北緯33.833 33度統計122.917度、33.83322.917の地点で、九91戦乱を発見。2時40分、スペードフィッシュは、海、A 広島ルは、毎発回避した。三隻の他の護衛艦が、スペードフィッシュの方に向かってきたが、 スペードフィッシュも守備よく逃げた。2月4日、スペードフィッシュは、北緯37度15分統計125度17分、北緯37.250度統計125.283度、37.250125.283の地点で、台東丸を撃沈した。2日後の2月6日には、北緯38度47分統計121度28分、 北緯38.783度統計121.467度、38.783、十2 1 4 6 7の旅順近海で昇平丸を撃沈した。この時、近くの哨戒機がスペードフィッシュを爆撃した。スペードフィッシュは揺さぶられたものの無傷だった。2月13日、スペードフィッシュは38日間の行動を終えて、グアムのアプラ港に帰島した。なお、 この時、スペードフィッシュの艦長は、ウィリアム・ J ・ジルマーショゼンへと変わった。3月15日、スペードフィッシュは4回目の紹介で、東、シナ海及び、航海方面に向かった。3月23日夕方、スペードフィッシュは、北緯27度38分、統計127度46分、北緯27.633度統計127.767度、 27.633127.767の地点で石垣島に向かう、最例後戦団を発見。4隻の護衛艦の中に入り、17時12分に、道知丸に対して3本の魚雷を発射し、うち1本が道知丸の右辺に命中。道知丸は搭載していた信用や弾薬が誘爆して降沈した。3月26日には、津島海峡で、 新型の機雷探知装置の試験を行い、その後九州西岸を経て、朝鮮半島沿岸に移動。4月1日に、北緯34度23分統計128度08分、北緯34.383度統計128.133度、34.383、128.133の地点でスクーナーを魚雷により撃沈し、4月7日にも、 北緯36度01分統計124度52分、北緯36.017度統計124.867度、36.017、十2 4 8 6 7の地点で3本マストのジャンクを浮上方線で撃沈した。2日後には、北緯37度27分統計125度00分、 北緯37.450度統計125.000度、37.450125.000の地点で、都市道号を撃沈した後、4月11日にも、北緯37度13分統計125度11分、北緯37.217度統計125.183度、37.217125.183の地点で、 特設総会定第17日のデマルを撃沈した。4月21日、スペードフィッシュは35日間の行動を終えて、グアムのアプラ港に帰島した。5月27日、スペードフィッシュは5回目の紹介で、バーニー作戦に参加して、日本海に向かった。このバーニー作戦は、この時点の日本に残されたほぼ唯一の重要航路に打撃を与えるものであり、 津島海峡の機雷源突破と日本海を悠然と航行する日本船は目標の減少に嘆いていた潜水艦部隊にとっては絶好のスリルであったため獲物でもあったこの作戦には9隻の潜水艦が投入されヘルキャッツヘルキャッツと命名された各潜水艦は3軍に分けられシードックの RT ハイデマン艦長が総司令となったスペードフィッシュもシードック クレバルと共にウルフパック、ハイデマンズヘップキャッツハイトマン、S ヘップキャッツを組み、第一陣として6月4日までに、津島海峡に進出した。リレー式に津島海峡を突破した各潜水艦は3軍、それぞれの担当海域に向かい、6月9日日の出時の攻撃開始を待った。ハイデマンズヘップキャッツは、北海道の西部海域から新潟沖に進出し、 スペードフィッシュは北海道西岸沖に位置した。6月10日、スペードフィッシュは新井岬沖で第2大原丸に魚雷2本を命中させて撃沈し、日付が変わる前に間髪入れず、第8雲海丸と人通丸も撃沈した。6月12日の夜明け前には、レブン島近海で3パンを20ミリ機銃で沈め、 間を置かず、現れた三隻のトロール船を砲撃で沈めた。だが、六月十三日、スペードフィッシュは失態を犯した。北四十五度四十四分統計百四十度四十八分、北四十五点七三三度統計百四十八零零度。四十五点七三三十八零零。のレブン島と宗谷海峡の間で、日本船と間違えて、当時は、中立のソ連船。 トランスバルトを誤認して撃沈したのだった。この時、スペードフィッシュのジルマー小前艦長は攻撃して、すぐに相手がソ連戦であることを悟り、この一件は日本側でも報じられた。6月14日には、北47度03分統計142度01分、北47.050度統計142.017度。 47.050142.017のカラフトモーカ町沖に出現し、モーカ沖で、火白中の青山丸2行。6月17日の夜には、北緯42度43分統計139度57分、北緯42.717度統計139.950度、42.717139.950の地点で、 特設不設官営白丸を撃沈した。スペードフィッシュは、シードッグ、クレバルと再会した後、6月24日夜に、宗谷海峡西側に到着する。6月19日に打ち取られた、ボーンフィッシュ以外の各潜水艦は、翌25日正午に、ノームの中を2列従人浮上高校で海峡を通過して、オホーツク海に入った。7月4日、 スペードフィッシュは39日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。終戦時、スペードフィッシュも次の紹介に向けて準備中であった。スペードフィッシュは9月2日まで、真珠湾に泊まり、続いて、メアアイランド海軍造船所に向かった。同地で1946年5月3日に退役し、予備役艦隊入りした。 1962年11月6日にギースマイナス411に艦視変更され1967年4月1日に除籍し1969年にスクラップとして売却された。スペードフィッシュは第二次世界大戦の選考で4個の従軍聖賞を受賞した。低用丸撃沈はラッシャーによるものになっているが、ラッシャーは当時魚雷を打ち尽くしており、また、 当該時刻に対的行動をとっていない。帝洋丸の開い時刻と、ブルーフィッシュが2番目のタンカーを攻撃していた時刻が近いことから、帝洋丸はブルーフィッシュの戦果と思われる。ただし、どちらもシンクとなっているが、日本海軍護衛艦停止では、第156号ク戦特務艇の創出日は1945年3月29日。ありがとうございます。